ってことで今日はねモンスターハンターストーリーズ続きプレイしていくんだけど、いやもう前回はもうクリアしちゃったんだよね。ちょっと頭だけ外すか、これ外せることが分かった。で、前回クリアして、今日はね、まあ昨日余韻に浸って寝たんだけど、やっぱもうすぐにやりてえってことで次の日すぐに撮影してます。朝です、ちなみに。まあこんな感じで、サブクエストがね、いっぱい解禁されてるから、今日はね、これをやっていこうかなと思います。どうだ後輩、絶好調じゃないか。無双の会長という危険なイアンクックがボルデの丘に住み着いてしまってな。こいつと、渡り合えたら、ベテランライダーの、うわ、来た上位以来だって。そう、これね、上位って、普通の役くじゃんって思うかもしれないけど、これね、上位がついてると、バカ強くなってんだよね。今までのとは違って。ヤングックとはいえど、上位モンスター、気を引き締めて頑張れよ。ということで、今日は、ダン先輩の、サブクエストをね、クリアしていきたいと思います。いやー。皆さん、今日からまた冒険よろしくお願いします。ちょっと待ってね。よーし、クリアしたってことだから、ちょっとメンバー変えてきたわ。まあ、レウス、ハルク、王とかね、まあ、ハルクとかね、王をね、ちょっと使いたいから。そこ、ジオガシね、僕が小学校の時に使ってたんだよな。だからちょっとさ、乗らしてくれよ。ちょっと使いてえからよ。あー、これは上位モンスターのスガル。いや、ここの敵強えんだけど、うわ、行ってみて。ちょっと行ってみるか、みんな。上位モンスターのス。ここの敵強えんだよな。うわすごい、もうすごい。普通のスアナとは全然違えや。で、こいつらもね、確かね、上位なんだよね。あー、当たっちゃった。確か。ほら、上位。この文字が赤くなってんじゃん、この名前の。ってことは、これ上位モンスターってことなんだよね。まあ、早速戦っていこうぜ。ちょ、どれぐらい強いかな。まあ、羅生藩で行こう、羅生藩で。ちなみに、羅生藩を知ってる人はみんないますか？この僕の動画見てる人の中で。いないよね、多分。ちなみに北斗の拳の2の、修羅に行った時に一番最初に戦う羅生だね。羅生の名前だね。ちなみにね。はい。ここで謎の豆知識を加えといてね。早速戦っていくんだけど。やべ、強えな。ちょっと待って。アプトノスだからってちょっと舐めちゃいけん。これはちょっと回復したいけど、まあ、とりあえずゴーライブレスこれ倒せるんじゃないワンチャン。これでいこう。火力上げて。よし。うちの拡散ゴーライブレスで。いや、倒れない？いやー、こいつら強いなー。まあ、羅生藩の火力ってか、レベルが低いだけか。いや、でも、硬えなー。倒せ。よし、ナイス。いや、アプトノス強えなー。なんか、普通にボス並みの強さになってる。うわ、しかも経験値2000もくれる。めちゃくちゃうめえじゃん。じゃあ早速向かっていきましょうか。卵のありがい。ちょ、その前にこの辺のやつ回収させて。ちょ、マジ、アイテムがね、ちょ、枯渇しまくってるからよ。オッケー。ちょ、この辺回収して、じゃあ行こう。やっぱいいね。この辺のキャラが強くなってるって。来た、卵のありが。あー、なにこれ。ヒゲがビリビリする。何か起こるよか？なんか光ってるね。なんかわかんないけど、勝手なイメージさ、光ってるとなんかいい卵をゲットできるイメージなんだけど。のせえ、これ。これはレウスかな？わかんないけど。ナルが来るかか。あー、オアシラか。なんかもっといい卵欲しいな。匂いがしなくてちょっぴり重い。あ、どうする？モンスターだ。あー、バサルモンスター種。あいつも強くなってんだよな。ちょっと待って。一旦ね、回復させてほしい。羅生藩を。ちょ、HP が低いからよ。すぐやられちめよ。まあ、とりあえず回復して戦ってみるか。上位でしょ？いや、でも強そうだな。ちょ、この辺もつくとくか、大量に。いや、いいや。じゃあ行く？ちょっと待って。その前に卵。あー、これはもうバサルモス、アシアじゃん。もう、神々。でも戦ってみるか。ちょ、戦いてえな。上位モンスターと。きたー、バサルモス足の上位版。こいつはテクニックだからパワー出しときゃいいか。 8！ いや、わかんない。この王のレベルが低いだけかもしんないけど、8はな、初めて見たわ。あれちょっと、ごめんなんかイヤホン、なんか急にイヤホン切れちゃった。ちょっと待ってて。 OK、 治った。なんか最近マジイヤホン調子悪いんだけど、壊れちゃったかな。前回さ、道路に落としちゃった時に壊れちゃったかな。まあ、いや、とりあえず、いや、5じゃない、8か。まあ、とりあえず戦っていこう。11。
8、やべえ硬い、ちょっと待って、あーこいつ強いな、ちょっと待ってくれ、これはね、いやでもリュウマトにちょっと食らわしてほしい、いけ、どれぐらい食らう、あ違うこれ攻撃技じゃない、やばい、ちょっと待って、これはちょっと変えなきゃいかん、ちょっと王はちょっと弱すぎる、ハルクにするか、 OKHP400 もあんだな、お前レベルまだ低いのに。 OK ダブルアクション、どれくらい食らう、 80?80 かちょっと微妙すぎるな、まあ、とりあえず攻撃するしかね、やっぱカチカチボディで余計硬くなってんだこれ、あ物理ダメージだもんでか、大食いはいいよ全然いい、あガスか、どうどう、124いいよ、あ食らわない、ナイス、パンプアップで火力上げるのいいよ、でパワー、あーパワーね、相手もまあ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 、でも被る分にはやられないかな、 OK、 あお前そうそうそう、ハルクもあのカチコチボディ覚えてるからお前も結構強い、でこの拡散リューブレスとか持ってんだよなこいつ、とりあえず大食いしてもらって、そう自分で回復できるの強いよね、大食いでできれば攻撃食らって、やばいな、ちょっと待ってこれはとりあえず回復しよう、でハルクはカチコチボディで硬くなる、いいね、400で硬くなったら相当強くない、相手もカチコチボディで大食いは食らうんだよな、物理じゃないから、物理じゃないのはおかしいか、物理じゃない判定なんだよな、だって火力100も出るから200だ、強っ、あーブレスいいよ、ちょブレスどれぐらい効くんだろうな、ちょ見ようぜ、119、いやでも結構強いな、 OK でこれは貯めるか、パワー、あーかぶっちゃった、まあ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 、でも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 だわこれカチコチかな、 OK、 相手テクニックだから、まあ、基本的にパワーしてきゃ負けねえよな、パワー OK よしこれ繰り返せば勝てる絶対に、次はあーなんか、あカチコチボディか、お前どんだけ硬くすんだよ、じゃああーまた違う、ガスだ、でもライド中はガス効かないから大丈夫、 OK、 パワー OK、 じゃあこれレベル3になったから、ちょっと絆技見てみようぜ、おしかも攻撃チャンス、ちょっと見よう見よう見よう、初めてのハルク、ハングリーアングリーなんだハンプティーダンプティーみたいな言い方すんなよ、お、ナビルーガあれこれナビルー食われるんじゃねえか、ついに次回ナビルー死すみたいな次回予告流れるぞこれえ待って1000ダメージ、えお前まだレベル低いぞ、ちょっとお前強すぎるなハルク、まあ、ちょっとここはレーズ使うか、ハルクお前強すぎるってちょっと何が何でもお前レベル50ぐらいの強さないよ、1000強えな、 OK、まあ、とりあえずレーズで攻撃するから、多分ゴーガキューとか使ってきゃ勝てるはず、やばい寝ちゃった、あやばい寝ちゃった、やばいこれやばいやばいまあでもさすがに大丈夫か、まあ、攻撃してっかどんどん熱戦、いや強っ、いやこいつなんかボスより強えな、なんかなあマキリノアよりおめえ強えぞなんか、まあ、とりあえず回復しよう、やられるのやだかな、いや全然やられねえ、勝てえなこいつ、またガスしてくるよ、いや全然倒れ、やばい、あやばい寝ちゃった、ちょっと待って、ちょっいやーこれは、いや熱戦だ、大丈夫か、帰ろ、あオッケーミスった、ナイスそれでかい、でパワーはいいよ、これダブルアクション狙うか、オッケーダブルアクション、これどれぐらい食らう、390いいね、オーブレス対決、まあ、これは負けないかな、オッケー、あ絆溜まった、いやこれ撃っちゃうか、スカイハイホール結構強いもんな、よし決めよう、まあこの技でな
ボスも倒したしな、まあ、このあざじゃねえけど行けよレース、やっぱかっけえなお前の技。うぅ798、うわ倒した。いやお前すげえわ、レベル値791はすげえ、17000、経験値バカうめえな、やべえ、レベル上げが上がるぜ結構。よーし、まあ弾もゲットしたことだしな、まあストーリーちょっと、ストーリーっていうかサブクエちょっとやろうぜ。はい、ということで、よし、サブクエ進めていきましょう。まあいろいろね寄り道してきてね、なんだかんだ言ってもう30分ぐらい経ってます。はい、多分カットしてね、多分10分ぐらいになってると思うんですけども、まあ、とりあえずやっていこう。最初はレースでいくか。うん、でまあこいつはねテクニックで時々スピードみたいな感じだから、まあパワー出しときゃまあ勝てるかなということでやっていこう。まあ豪華球はいいと思うな、こいつ結構効くよね多分、わかんないけど絶対効かなそうあ、まあまあ効くね、500か。いやクックタックル痛えなお前、絶対攻撃はずりーよ。え、これはね、いやパワーでいける、 OK ダブルショット OK で、どれぐらい食らうんだ、いいね674、さっきのやつらがさ硬すぎたんだよ。これもパワーでいける、 OK で、これ絆溜まるんじゃないワンちゃん、さあどうだ、溜まらない、だがここで溜まる、ダブルション、いやスピードかー、まあ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 、いやーまあいい、ハート1個になっちゃったちょっと待ってくれよ、これはね気をつけながらいかないと。何そう、え毒水弾って何お前の何その技、いつ覚えさせた俺、あー毒ね、オッケー効いた、ナイス、いいね70ダメージ、あーこれで絆溜まった。でこれはもうレベル上げたいね、上げるか、55、いいね200、いや毒強えなお前、これはパワーでいいかな、オッケー、まあできればレベル3に上げたいけど、どうだ、いやーこれはまだか、まあ、下級ならねまあ耐えれると思う、オッケー54、弱えな、まあこれはオッケー、パワー、よーし、これレベル3になったから、これ多分とどめかな、いやレウスのレベル3のスカイハイホールはもう誰も止めれんよ、オッケー、くらえスカイハイホール、よし、さあどれぐらい食らうんでしょうか、だってレベル1でもさっき700食らわせてたよ、合体的にだから2000いくんじゃねえのかワンチャン、どうだ、あーまあそんな、あー倒したわまあ1200ぐらいかレベル3で、いやでも強いね、14000、うわ経験値がバカうめえや、よーし、あーヒョウが一応このねレイね連れてきました、まあ、使わなかったんだけどね、じゃあまあ早速報告しに行くか、ダン先輩倒してきましたよ、さすが後輩絶好調じゃないか、はあステンかしょぼいな強い試練を用意しておく、あマジでどうだ後輩絶好調、あーこれリオレンスアシュか、あの火力と、あーじゃあ倒してこいと、じゃあ行くか、いや強えだろ、だって上位のさリオレンス足なんて、いい返事だ、えイニシエの飛躍の、何それ永久保存版をくれるって、それやるしかねえな、いやでもさレウスのさ上位でも強いだろうけど、レウス足の上位か、さすがにバカ強えだろう、勝てるかな、おここか、あちなみにね、背中に背負ってるあのラージャンの武器だけ作ってみました、はい、あラージャンめちゃくちゃ買ったんで作れたんだよね簡単にってことでやっとこうやってこう、勝てるか、でもこいつパワーだよね、でこいつスピードもしてきたっけ確か、パワーだからまあ瞬速ありだな、瞬速パワーできるし、うん、でまあとりあえず攻撃しよう、 OK、 しかもこのラージャンの武器ね、その笛手が楽器になってて、あーやばい反撃持ってるこいつ、やべえそれ、そうラージャン武器こう笛っていうか楽器になってて、楽器を奏でることで攻撃量上げたりとかできるんだよね、そうだからこの音符あるじゃん、 こんな感じでいろいろ楽譜みたいなのあって、これ通りにやったりするとなんかこういういろいろ攻撃できたりとか、
攻撃力上げたりとかできるんだよ。だ結構いいかなって思って連れてきたんだけど、どうかな。まあとりあえず回復しよう。あーお前嘘だろ、スピード使えよ。おい収束、おー一撃ワンパン。ちょっと待ってくれ、ちょっと待って、敵が強すぎる。スピード、いやーやばいこれ、どうだ、耐えろ耐えろ耐えろ、あー耐えた、あぶねあぶね、ちょっと待って、つえ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 、ちょっと待って、舐めちゃいかん。とりあえず回復するか。 OK、 やべブレス大丈夫かそれ、耐えれる、あーやばいやばい、ちょっと待ってやばい、ちょっと待って、やばい、やられる、死ぬ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 、ちょっと待って、ちょこれはとりあえずレベル上げよう。やべえ、舐めちゃいかんこいつを。いやそれは強えよな、しかも火力上がってるじゃんけ。オッケー、これはいいよ、レベル上げて、いやこれ持ちレベルいくか、スピード、よし来た、これレベル3でいこう。オッケー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 、多分先手は取れるから大丈夫だと思う。オッケー、ドスラッシュ、いやこれどれぐらい食らうかだな。やべえ、ハート1個しかねえな、ちょっと待ってくれよ、強すぎる。どうだ、あんま減ってねえなこれ、ちょ変えるか。ここはね、まあ HP の高めのキャラに変えてあげる。いやもう一発いきたい、いや変えよう、ハルクいっちゃう。お前勝てんしな、ハルクいって、でパンプアップで火力上げるか、いやカチコチボディでちょっと防御を作って、で僕は回復する。 OK、 やべえブレスが飛んでくる、耐えろよ。 OK、 物理ダメージ、いや物理ダメージじゃねえなこれ、いやー半分削れたか2人とも。いやこれはね、いやどうしようかな、いやこれはもう回復、いや生命の粉じゃにやんだよな。いやただここはハルクだけ回復するか。 OK、 回心率アップ、いやースピードか、じゃあ合わせるか、ダブル、 OK、 ダブラッシュ飛んでいいよ、360結構火力強いな。お攻撃チャンス、これは普通攻撃するか、あブレス、いや大食い、いやブレスにしてもらおう、多分強いだろうブレスで、火力上げる僕は。 OK、 これでいこう、攻撃力アップ、ブレスどれくらい、500結構でかい、いやねこれはね僕にターゲット来てるから、ごスピード、あーテクニックか、やばいなこれ、耐えろ、 OK、もう耐えただけでかい、しかも回復強い、お前100以上回復するのか大食いって。じゃあ一旦僕が回復する、これで OK、 いいよ火力上げる、いや耐えろ、うおーうおー耐えた、いやでけえその耐え、マジで、でまあ一旦これはこれはいけるでしょ、でまずとりあえずハルクを回復させるしかねえなこれ、いや変えるのもありだな、ただここまで溜まってるならハルク回復させよう、グレードで OK、 しかもブレスだ、いや強い、ただ火あられがなちょっと若干痛えな。 OK 溜まったからこれライドして溜める、いやこれは撃っちゃうのもありなんだよ、だけどあレベル上げたい、耐えろ、どれぐらい減る、いや半分か、山、まあ、OK、 これスピードかける、 OK、 テクニックしない限りは僕が強い、いいよ、でいやもう撃っちゃうしかないな、これはハングリーハングリー、いやこれどれぐらい食らう、レベル2だぞ、いや頼むからワンチャン倒してくんねえかな。まあそんな甘くねえか。 OK、 ハングリーアングリー1000 ダメージ、やっぱ強いわお前、いやこれお前テクニックじゃねえ、これは変える、レウス、いやでもな、いやでもな溜まってないな、うわこれはもう回復するか、いやハルクでもうちょっといける気がする、耐えろ耐える耐える、これは耐える、絶対耐えれる耐えれる、僕は信じている、 OK、 まあさすが400あるもんな、いやこれはもう回復するか、いや塊だな、ワンちゃん一撃値あるからな、 OK、 これで大食い回復 OK、 いや攻撃力アップいかん、これはちょっとやばい、これ回復するか、ブレス来たら終わる、やばい、オッケー、頼む、耐えろ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 、うわー強い、でも耐えた、これはいやでも変えるのもありなんだけど、いやでも行くか、スピード、やーばいよ、耐えろ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 、いやーまあまあまあでもでもハートもう一個ある、
ッケー、よかった、使っといて。で、まあこれは大丈夫でしょ。ちょっとやばいな、喉壊しそうだな。やべえ、おもろすぎて熱くなっちまえ。まあこれはいやー耐える、一発当たる。ああいいよ、呼吸ダメ。え、これ次ブレスか。あー反撃ー、これ撃っちゃう。いや耐えろ、オッケー、耐えた。でこれハングリーアングリーでどれぐらい食らうか。ちょっともう本当にな、やばい、熱くなりすぎてさ頭がフラフラしてきたよ。ワンちゃん僕はこの実況を撮りながら死ぬかもしんない。ただ実況中に死ねるなら僕は本望だ、それは。よし行け、ハルク800強え。あー倒した、よかった。ワンちゃんやられるとこだったな。25000やつ、しかもなんか覚えたぞ、羅生藩。じゃあ報告しに行くか。ダーン倒したぞ、だいぶ危なかったけど、さすが後輩絶好調じゃないか。もう絶好調じゃねえ、ヘトヘトだよ。お、一番うめえな、ナイス。次の試練、え、まだあんの、なんだ次の敵は。よく聞け、なんだ最後お試練だって。レッガー、これセルレギオスか。いやセルレギオスは強えぞ、強い脚力、無数の人輪で何人もライダーをやってきた。こいつを当たり合えたら文句なしに、東大鈴、もういいよ、もう読めない、油断するなよ。よしもうやっていこう。ちょっと卵ゲットしたら卵割っていくか。 OK。 見て、4つ集めたんだよ。これはバサルモシャーシュね、ちょっとカミカミだな。え、これがレウスかな、これリオレウスかな、色的に。あ、ナルガクルガだった。じゃあこいつはまあバサルモさんしかな、色的に。 OK。 でこれさセルレギオスなんじゃね、しかもジョイモンスターのレアな巣だからね。セルレギオス来い来い、やったー、いやもう強そう、いやかっけえな赤ちゃんなのに。うわかっけえセルレギオス、うわもうたまんねえや、名前つけようぜ名前。もう金ピカトンビちゃんにするわ。まあもう見た目がもう金ピカなのと、なんかもうトンビみたいだなって足が、ただそれだけ。うわーいたよー。飛んでんじゃねえか、しかも超低空を。うわもう絶対強いじゃん、もうこういう飛んでる敵はよ。じゃあバトルするか、この辺かな。あー行くな行くな、ちょっと待って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 、来い来い来い、オッケー。うわー強そう、もうでけえなー。いや怖い、いやー待って、グレートホーンは絶対ダメ。グレートホーンだけは死んでもダメだ、お前グレートホーンやったら絶対ダウンになっちゃうから、まあ、とりあえずこれ回避の構えして、で僕はまあこの絵の技は決めるのもありなんだけど、まあ一応鼓舞しとくか。何なんだ、なんとかの叫びだって、攻撃の叫び、いや攻撃力アップ、それ大丈夫、でもこいつはテクニックだった気がする、テクニック。 OK OK OK、 昔の記憶がちょっとだけある。どれぐらい、727すげえ、これはもうねパワーでいけるか、いけるな。あれあれ、ちょっと待って、弱くない。多分怒ったら強いんだろうなこいつ。まあパワーじゃないか、いやパワーであったし、毒キックでいくか。でいや豪華球でいいな、で僕はパワーで攻撃する。 OK 豪華球400いいよ、いやーパワーじゃないか、まあいいか。さあどれぐらいやられるんだ。あーしかもこれ決まった、パワーパワーで攻撃力上がる。え待って、ちょっと待って、結構削れた、ちょっと結構削れちゃった、しかも劣勝になってる。さあこれパワーパワーでいけるな、オッケー。いやこれさダブルアクション決まりまくるから結構簡単なんじゃ。あーしかも攻撃チャンスになった、まあこれ普通攻撃するか、オッケークリティカル。でまあこれは普通攻撃してっていいかな、まあ攻撃力アップ、
300、いやこれ倒せるよ普通に。 OK、 いやもうテクニックバカだわこいつ。あ楽勝楽勝。あ怒っちゃった。あスクミじゃない、なんだ、あなんだ、なんかやばそうな技使ってこん。やばい、何それ、ちょっと待って、総攻撃知らない、ちょこれ撃つわ撃つわ、ちょっと撃つわ撃つわスカイハイホール撃つわ。うわやばい、あ相手の方が早い。いや待って、これはちょっと待って、やばい、一生してくる系かこれ。ちょっと待って、これは一旦回復しよう。 OK、 うーんやばい、ちょっと待って、やばいやばいよやばいよやばいよこれ本当に、どうしようちょっとやべえな、相手さその技しかしてこねえのか。えだったらよ、いやレックスで、いやグレートホーン、グレートホーンじゃねえ、フルチャージ組んでもうまひらせて、え攻撃しないターンに狙うか。 OK、 まひれまひれ耐える、まひれまひれ頼む、まひまひ、いやーまひないかー、いやでももう一発チャンス、もう一発チャンス、回復 OK。相手スクミにならんか、いやもうそれさずるいじゃん、ずっとお前ずっと絆技使ってるみたいなもんだからな、それ卑怯だぞ。 OK、 あー普通に戻った、普通に戻ったならもうレックス、いや収束か、いや収束じゃない、まあいいや、収束でこう威嚇で攻撃力を下げる、いや力ダメだって、いやーえぐいってお前が力ダメしたら、これ以上火力上がんないよマジで。いやスピードはまずい、これはもう強化蹴りで、でもこのパワーで火力上げる、 OK、 いいんじゃない。いやちょっと待ってよ、スクミに勝ったのにめっちゃ食らったじゃん、やべえってこいつマジでえぐい、やってることがマジで終わってる。でもこれはパーでちょっと回復、あーいやーこれ終わったか、耐えろ耐えろ、頼む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 、いやー耐えた、 OK、 これはまあ勝てる、いやこれどうだろうな、結構危ないんだよな、ワンちゃん持ってかれるしな。 OK、 絆溜まった、これはあー危ない、 OK、 まあ、これはドスラッシュどれぐらい入る、ワンちゃんワンちゃん倒してほしい、頼むよ、うちの俊足倒してくれワンちゃん、ちょもう早く倒してほしい、戦いたくねえこいつと、いやーまだやられないよな、いやもうレックス行こう、レックスレックスでもう火力でもう行く、暴走突進で、いやいやいやこれどうしたらいい、いや暴走突進でいいよなこれは、で僕はいやー火力上げるか、応援にしよう、オッケー。さあどれくらいから、やばい力ダメだ、倒してほしい、ここでいけ600、いやーまだだった、いやでもこれはやばい使えなくなっちゃったな、ね突進コンバリだよな、いやでもこれはね変えるのもあり、ここはキワ一族の根性タックルでいくか、相手テクニックならいいよね、オッケースピードじゃないならいける、オッケーどれぐらい食らう、頼む火力頭、オッケー600強えお前、さすがキワ一族、名前の通り強えぜ、なんか北斗の拳であんま強くなかったけど、いやこれはなぁ回復するしかねえよな、帰る、オッケーオッケー、絆たまる、でこれパワーでいくか、いや怖えなスピードだ、いやいく、オッケー、おレベル2、おお討伐した、いやー強え、あちなみにあの装備、あのラージャン装備にしてます、はいすいません、あのいつの間に変えてて言うの忘れてました、やっぱこっちの方がね火力高いんだよ、しかもさラージャンめちゃくちゃ勝ってたからさ、あのラージャンの素材めちゃくちゃあんだよね、よしってことで報告しに行くか、いやー強かったなもうダース先輩を倒してきましたよ、セルレイオスバカ強かったっす絶好調じゃねえよ、もうヘトヘトだよ、5000しかくれないの、うわこいつやってるわ、こんな嬉しいことはない、ぐうわお前後ろから刺されたか最後の試練はそう
まだあんの？もう辛いっすよ、ダンス。うわ、あるじゃん。村長、なんすか？もう僕、セリレギオス倒したっすよ。で、ボルテの丘にまだあるの？うむ、どうしたものかの。お、お前さん、聞いてくれるか？いや、もうやるしかねえから、聞くわ。近頃困ったモンスターが村の近くに住み着いていてのなんだ暴食の恐竜獣というね、もう2体、もう無理です、無理です、1体でもきつい。これしかも上位でしょ。1体を食らい尽くすモンスターじゃこのままだと近隣の生態が崩れかけん。いや無理です、いずれ白目村にもやってくるかもしれん。ボルデの丘を守ってるでしょ。あー無理だ、2体は無理だ、さすがに。HP バケモン、火力バカはもう無理です、皆さん。うわーなんだ、恐竜コーデ欲しいな、ナビルーの。しかも3万ももらえるよコイン。まあ、これは次回やろうかな。ちょっとさすがに今日はね、あの疲れました、はい。まあただ叫びまくっただけなんだけど疲れたんで、次回イビル城2体倒したいと思います。倒せるかな。いや今パーティーじゃさすがにきつい気がするわ。まあ、てことでね、最後まで動画見てくれてありがとう。よかったね、いいねとチャンネル登録と、あとねツイッターのフォローもねぜひお願いしますってことで、なしゃんでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。明日に向かってライドオープン。いやー疲れた。